どうも、エルザです。それでは、バイオハザード RE2 やっていきたいなと思います。いやー、まあ、前回、だとね、距離が近くなった感じですが、断固僕はクレア派を押したいなと。まあ、クレア派があるのかどうかっていう話もなってくるんだけど。まあね、うつつを抜かしてるレオンさんを、ね、ちょっと目、痛い視線も浴びせながらやっていきたいなと思います。今回は研究室来たんでクリアまで行きたいところだけど、早速いるのよ。どうせ取ったら起きて来ないね。弾を入れて、やっぱ起きるか。はい。ちょっとね、距離が近いのはある程度。お、燃料か。あ、そうだ。ちょっとね、いらんアイテムがあったわ。燃料か。てか前回、まあ、クレア編の時にね、めちゃくちゃコテンパンにやられたあの植物野郎を今回根絶やしにする時がね、来たんでね。あいつら絶対許さん。マジで前回クレア編はボッコボコにされたからね。何発打ち込んだか。ちょっとね、積年の恨みを晴らしに行きますか。で、無理すると、クリティカル当たんないよねーな、意外と。はい、終わり。で、君が、起きる。で、弾が切れた。で、降りた先に一体いたんだよね。確かね。いや、弾が欲しい。そっか。リッカーがいる可能性もあるのか。配置が変わってれば。やっべーなー、そう考えると。組み合わせないよね。ガンパウダーがないんだよな、そもそも。お、ナイフ。いやいや、ちょ、ここにナイフはおかしいよね、絶対ね。料理するとき使わないよね。どっちだ。この、はい。てか、このバックからさ、弾取れるでしょ。あえてショットガンがあるっていうね。こいつは使えそうだ。そうそう。そっか、取り行かないといけないね。おい、おい、よし。お、レギュレーター。なんだろう、あのバルブ見ると消火器とか思い出すけど、なんだろうな、一瞬ハイドラって思ってしまった。ハイドラに見えてしまって、効率が良くなるのかな。組み合わせて、で、弾が補充して大きい。この中だよね、アイテムが一つあるのはね。よし、 OK。 さあさあ、いやー、マジでハイドラにしか見えなくなってきたな。ひねって出すタイプでしょ。さあ、こっちはね、パスワードがあるからね、2往復3往復、前回みたいにしなくて済むからね。
ね、カートライト部長がお呼びです。イーストエリアへ。ああそうだったそうだった。え、アイゾマツ、あ、え、こんなところで手に入ったっけ。あ、やっぱ配置全然違うね。あー、クロガロンか。あーあーあー、やっぱハイドラやな。いやー、まあまあね、チャット 見ながらやっぱそういう会話はやっぱ面白いね。いや、俺がそもそもハイドラって言ったのか。よし、悪いんだけど、君いたっけ。OSS 調べる。ね、はい、 OK。 あ、大事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 、それは大事。そんなま寝てたらよかったのに。そんな無理して起きんで。もうそ、え、そんな死に方してた、さっき。違うよね。そんな綺麗に頭そこ支えられる。いやー、マジか。いやー、いいポーズやったね。いや、そういうゲームではないはずなんだろうけど。まあまあ、そういう風にちょっと楽しんでいかんとね。念のため。回復は一個ちょっとも使う前提でもう一つ持っとこうかな。多分、もらった物資全部、使う感じになるんで。たまにね。さあ。ハイドラとガロン論争が続いてるようですが、ここで第三勢力が出るか。いやー、ね、いいポーズだったよね。あれはちょっと笑うわ。速攻ってならやっぱショットガンか。ん？あ、だよね。左行って右行ったらもうね、ボスだからね。ただまあ、ここのボスは攻略の仕方は前回もう覚えてしまったから余裕でしょう。余裕でしょうって言ってると絶対ボコされるんだよな、こういうゲームね。あー、でも前回のね、あれ第二形態になるのかな。第二形態、あれはうまいこと避けてなんとか一発でいけてよかったなっていう感じだね。空調が効いてる。あ、そっか、ここでセーブできたか。お、グリーンハーブ。いや、弾が欲しいのよ、弾が。お、組み合わせるとハンドガン、こんないる？ちょっと待とう。さあ、これが吉と出るか凶と出るか。ね、セーブしておいて復活した時に後悔するかどうかがよくわかると。あー、そっか、今までのパターンも変わってれば。そっか、ボスの攻撃パターンも変わってる可能性あるのか。そうか、あ、それちょっと気をつけよう。さあ、動画を見てた方は説明入れてましたが、はい、ブラウン管テレビですね。まあ、文字通り、ブラウン管っていうのが入ってるから、後ろがね、あんな風にでかくなるテレビです。いやー、重いね、あれ、運ぶの。引っ越しで一番疲れるやつ。ここじゃない。あ、一回ムービー見る感じかな？いやー、もうマネキンなんだよな、この見た目。何があったんだ。アクセスができない。さあ、お待ちかね、どうしよっかな。よし、
おお、すごいね。やっぱ火がね。地味。なんかね、うんだよね。やっぱ消費が早いから、ちょっと燃やして。さあさあ。燃えろ燃えろ。燃えろ燃えろ。もう燃え続ける、そのまま。おお、燃えた燃えた。いやー、こんな真っ黒のあるんだね。いや、テンション上がるな。いや、テンション上がるポイントもちょっとずれてるんだろうけど、やっぱ今までね、散々やられたんで。とりあえず倒れてくれれば、あとは、焚き火の時間です。ちょっと上に上がるのか、下目に打つのがコツかな。ほいほい、ほら焚き火だよ焚き火、ほらほら温まって、はい、よし消火。いやー、リッカーもこれぐらい動かなくなってくれたら助かるんだけどな。あ、燃料の音。いやー、もうね、恨みは晴らさんとね。さあ、散布して抜き取りましょうか。薬液を散布します。そう、ブラウン管テレビね。まあ確かに、おじいちゃんおばあちゃんち行っても今もう薄型テレビ多いもんね。みんな優しい家族が多いからね。ブラウン管テレビは前回ほんとびっくりしたからな。さあ、パスワード入れちゃいましょう。前回が、まずこれと、どっちみちね、地下に降りるようで必要になるからね。上が、太いやつの、違うね。ちょっと待った。これ、ほう、こうか。で、あ、違う。バックのこれの、おお、あら、そんな違かったっけ。まあ、じゃあもう一つの方入れてみようかね。どうせ。全部試してみないとね。これと、日本線、これ、で、こう。エラーか、マジか、エラーなるの。はあ、いや、内心めっちゃこの野郎と思ってるけど、まあ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 、今回はね、焼き尽くせるんでね。青が、まあレッドは一旦このまま置いといて、とりあえず見てだね。よし、さあさあさあ、あとは焚き火の時間が来ました。ただほら、よーく燃える、あー、よーく燃える。どうせね、バイオハザードはね、一回倒すと出てこないんでね。あ、全然違うね。マジか。ちょっとメモするね。これ、こう。で、下に来て、下駄みたいなやつ来て、二重線。ってことは、結果。あ、いたんだね、君ね。燃えなさい燃えなさい。だいたい一体40から50ぐらいって感じか。いや、ずーっとあそこ燃えてるんだよな。よーし、
いるね、スタンバってるね。じゃあこっち行って、これでまず地下に降りて、そうだね、こっちがね、どう、あれ地下で見つけたよね確か前回ね。これこれ、下駄20。いやー変わってたか、さすがやね。もう違いすぎてね弾の心配が急に今してきだした。やべえな。で君ちょっと邪魔なんで、はい、あー巻いた巻いた、いやーよく巻いた。節約大事やからね、大体1対40と見ている。よし40ピタシ。多分レギュレーション手に入れて弾の効率はだいぶ良くなってる気がするな。あ、降りていい、降りていい、降りていい、降りちゃってください、降りちゃってください。クレヨン、レオンさん、クレヨン、クレヨンさんって言ったいやーね、二足の下駄状態、20って言わんでも二足でもよかった。あー違う違う違う、そんな階段好きなの。いやー、アイテムアイテム。さあ地図来た。でガンパウダー、ショットガンかー、作っちゃいましょう。でショットガンが1回ストックできたから、あ、ちょっと待った、あれこんな感じだったっけ。通電はしてないからまだサーバールームは、だよね、通電してないから、薬品実験室に行ったところでなんだよこの、そう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 、あのね、なんか変な備品、トロフィーだ、トロフィーを手に入れて、とりあえずね。で、問題、だからわざとらしくね、ここにね、ショットガンがあるのがね、あれ？トロフィーがない。ない。クレア、どこにしまった？やべえな、やばいな、この状況はつけた瞬間がやばそうだな。いやーでもリッカー来るしな。まあいいや、とりあえず URF、 あ違う違う違う、まあショットガンでぶっ放したら一気に抜けるか。URF はま、意外とこれに慣れたらそんな難しくはないね。さあ、そうね、くれよ。クレヨン、うん、なんか、ちょっとごめんね、今、このゾンビたちのことが今気になってしまって。自分で炊いた、撒いた種が、いかんね、もう、ちょっとセーブポイント行きたいな。多分、ね、この爪痕がある時点で立花は出てくるの間違いないんだけど、まあ、できるだけ静かにね。よし。来たねー。え？ナイフか。ナイフ預けて、これも預け、預け。これで一回全、いや、まだあるね。お、燃やすねー。そんな燃やしちゃっていいの？あとは、
ショットガンはもっと機体預けて、ショットガンだよね。ショットガン、組み合わせるとハンドガンが28、そう、弾がね、そうなると預けてマチルダさんを取らないといけないんだよ。でマチルダさんがあると邪魔なんで預けて、一旦いいかな。さあさあ、ちょっとね、整理させてください。マジね、この前てか最近これしてたら、ツイッターでね、僕の性格がやっぱ出てるらしくて。よしよしよし。よし、急ぐぞ。バレない程度に急ぐぞ。サーバールーム切った。走らなければ大丈夫。でもトロフィーがどこにあるかっていうね。動いちゃったね。一番やべ、全然登場シーン見てねかった。ごめんね。ああ、やっぱここにトロフィーあるか。よしよしよし。で、これか。調べる。裏。はい。ちょっとメモしよう。いや、全然違うね。やっぱね。大事に大事に僕、付箋に書いたやつ残してたのよ。なんかバカみたいじゃん。ははは。マジで。ね、2週間近く持ってたけど。いやー。さあさあ、ドーン。やっぱクリティカルが出ないね、なかなか。意外と余計。嘘でしょ、しょ。待て、ちょっとしつこい。ライフ高すぎる。マジで？そんな高いことある？よし。はい、もうガンパウダーは無駄になりましたね。メッセージは5件あります、はい、特にだね。まああとは中にアイテムがあるぐらいだから一旦行こう。いやー、無駄にしたな。やっぱショットガンにしとけばよかったな。よしよし、あそこで戯れてるね。で、はい、た瞬間で最悪なのはここでも出てくるっていうパターンだよね。でも上に飽きる場所はないから、ナイフは OK。 待て、はい。さあ、アイテムは階段なしか。どっから降りてきたっけ前回。植物はなんかね、いつの間にかね、はい。おお、行ったね。ちょっと一緒に燃えてくれない？よしよし。さあさあ、それだけ削っちゃいましょう。よし、やっぱ40だね。こっちはやっぱ漏れないか。で、なんか音がしたね。いるね。
ライフ高いんだよな相変わらず。いや、ゾンビが硬い硬い。マジか。そこは一発で沈んでほしい。いや、こうなってくるとちょっとマグナム欲しいね。あれ、ここはなしか。まあ電気ついてるし問題なしだね。よっしゃ、一周してきた。いやー、ファンはしつこいね。まあファンと言ってもね、ちょっとね、ファンの度合いが違うよね。さ、マガジンか。使い切ったら入れ替えるからこの交渉こっかな。どうだったか。そうなんだよね。強化はね、多分これとこれ合わせるとね、マグナムになるのね。まあ、とりあえずこれで、いくか。さあ、セーブ。よし、行けるとこまで行こう。いやー、レールガン的なのがないなー、今回は。さあ、今回はね、こっから安心してね、進めるんでね。いやー、快適。いやー、快適。いきなり来たりはないだろうけど。マジで快適。あ、そっか。あそこの上から出てくるんだね、最後ね。さあ、パスワード打っちゃいましょう。これ。これ、語彙よくねえな、これ。ちょっと足っぽいやつに、ちょんちょん。あ、じゃあ2番目が違うか。これと、これと、これと、これ。あら？あら？違うっけ？これ。これ。と、一つ浮いてるか。これだよね。浮いてて、で、こっちか。あ、だね。似たような形だったんで。いやーね、もう大体これとこれとこれとこれで、大体できると思ってるから。ささー、もういないからね。出てくるとすれば、追加ぐらい。まあ一応気をつけながら。いや、いるね。多分、なんかね、音がちょっとね、後ろ側変わってたから、いるね。お。グレネーズ。君はいらない。ご苦労さん。アイテムは、いや、あるね。資料をゲットして、可視材ね。いやーでもさ、最近家の雑草取りしたからあれだけど、大事だよね。ああいう薬ね。雑草駆除じゃないけど。現在、よし。マニュアルモードです。はい。カートリッジに合うように、液量を調整してください。はい、全部移したい。これをこうで、あ、いや、ミスったな。こうしてこうで、あ、これでね、あ、意外とそうでもなかった。同じようになると全部入ってしまうな、こうなるとね。あー、また元通り。何やってんだか。こうして、これがちょっと量がおかしいんだよね。
苦手だな、やっぱこういうの。こうして、どうにかしたいね。あ、はい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 。で、こうして、来た。で、足したらいける?あ、いけたー!やっていけたー!あー謎解き嫌だまあ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 、でもこの同じ時間タイラントに追っかけられるよりかはまだマシか。いやできたできたできた、予想以上にかかったね。次冷却、アイテム的にはまあいいか。さあ焼却の準備で、どうだ、どっちかな。なんかね、この辺り音がするから出てくるんだろうなとは思ってるんだけど、まあライフは大丈夫だよね。逆に一発食らってっていう感覚でもいいんだけど、まあいいか。とりあえず何かあった時のために一回セーブしとこう。いやセーブ回数ね絶対ダメだと思うんだよな、ランクね。いやー嫌だああいう謎解きは。さあリッカーちゃんがどこ出てくるか分かんないよね。いないよね。すげえな、燃えかすだもんな。でもゾンビ自体はああやってならないんだよね、燃えてもね。問題はここだよね、開けてから。いるんか、めんどくさいですな。鬼がいいやつだ。よしよし。そう、できるだけね、あのリッカーとはね。そういえばサイレンサーないんだね、サプレッサーはね。そうだ、今思い出したけどサプレッサーがないのか。はあ、
ちょっと意外やな。だいぶ立花対策できるんだけどな。さ、使っちゃおう。いやいやいや、逆に凍らないのがすごいよね。さあここまで来れば、ガンパウダーだけかな。まあ、全部ショットガン用に変えようかな。ゾンビが硬すぎるわ。弾が逆に減っていくからね。だし荷物も減るから。よし。今ちょっと動いたよね。ちょっと動いたよね。よし、上行って、開けて来ますか。いやー、やっぱルート分かってると早いね。さあさあ、いないし。これ使っちゃって、預けて、これ組み合わせちゃって、そうだね。これも使うかな？なんか使わない気がする。まあ戻ってからでいいか。ここで。マグナマはないけど、弾がないよりかマシか。よし、んじゃ、散布してリストタグゲットしましょうかね。それで、ここの友をさらば。隣か。さあ出てこいや、ハイドラを見舞いしてやる。はい、散布。薬液を散布します。いやー、最初にね、これ巻いた地点でさ、絶対やられていいと思うんだよね。植物だと、植物だと思ってるからね。なんだけどそうはいかないみたいだね。警告、規定の濃度を超えた薬液は許可なく散布されました。この操作はログに保存され、あなたは懲戒処分される可能性があります。あ、ブルー、音楽はするんだけど、全然ねえ、それっぽいやつは出てこないんだよね。いや、ちょっと待った、今なんか嫌な足音したよね。気のせいかな。だよね、やっぱそうだよね。あ、いや、ね、ごめん。あー、そっちやっちゃったー。いけー。よし。やっぱお前来たかー。あ、回復薬だね。いいや、とりあえず放置しておいて。で、一番嫌なのは、開けた瞬間いるパターンだよね。
早急に戻ろう。戻れ戻れ。いやダメだ、あのハイドラ過去 クロガローンはもう使えない。絶対耐えらんと効かんでしょ。痛いな、あの一発のパンチが重いんだよなあいつマジで。もうちょっとこうね出てくるタイミング空気読んでくれてもいい気はするんだけど。回復作った。どうせ向こう行ったらセーブポイントあるし、こんなもんかな。よし戻ろう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 。もう今回はね多分行けるところまでちょっと行きたいね。そうだね、重火器だからね。シューター、あ、確かにどっちかって言われたら、まあ、どう見てもやっぱポジション的にハイドラだよね。でもまあこれはこれでさ、結構やばい武器だよね。これ使えんのかな。すぐ燃やそうとする。あ、なんかある。よしよし。なんだなんだ。それなんだ。あ、いいね。グレネードいいね。あ、そうだ。これが、おさらばになると。AWS。AWS。はい、終わり。慣れたもんやね。これもね。で、もう使い道はないと。はい、これもねビデオもどうせ3回見たしな。前回の感じだともう一緒のビデオを見るって感じだからね。あ、一緒ですね。今のが G ウイルス。あ、そっか、君は、そっか、君は初めてか見るのが。捨てちゃって、グレネード、ナイフ使うかな。もうそうだね、ウィリアムあってで、こっちは何ももうなかったっけ、アイテム。あったあったあった。あ、でもやっぱタイラント出てきたね。あ、マグナムやね。風浴びて、こんなん、あ、そっか、もうちょいか。あれ絶対汚れ落ちてないよね。これさ、あ、先降りれないか、はしごないね。いやー、あればね、先にアイテムだけ回収していい思いしよっかなとか思ったんだけど。ねえ、あ、やっぱないね。あ、いや、違う。無防備だな。よし。あ、じゃあ、エイダのところへ。一応これクレアが先に来てるんだ。はあ。ノンさん、この取った方の方は絶対あれじゃないと思うんだよな。普通のウイルスの方だと思ってるんだけど、どうなんだろうね。アイテムが多い。アイテム多いね。教会、あ、一個しかないのか。んー、じゃ、これで、ちょっと頑張る感じだね。使っ
ておいて、預けて、取り出して取り出して、組み合わせておこう。で、セーブして、皆さんお待ちかねのボス戦といきましょうか。そうだね、見なくても。レオンは確かに初めて見てるはずなんだけどね。もう見なくてもね、クレア編で見てるから、見たい方は、ぜひクレア編の方をね、見ていただければ。ガンパウダー大。そうなのよ。ショットガンしか作れないのよ。預ける。預けちゃ意味がない。よし。いや、まだあるね。あー、しくった感があるが、ごめんね。だいぶ忙しいね。あっち行ったり、こっち行ったりが忙しいね。よし。OK だね。あ、火炎放射器は近いんやろう。まあでもここで本当にボスが出てくるかどうかだよね。クレアが倒してそう気がしなくもない。何もかもアンブレラのせいよ。あんたもそうだろ。アンブレラの人間だ。そうよ。でもこんなことになるなんて想像してなかった。話してくれないか。最初から全部。そう簡単に渡してたまるか。したの。じゃあこれを作ったのは。確かに G ウイルスは作ったわ。でもこんなのは想定。いくら展開しようが、あんたの責任だ。おいおいおい、違うじゃん。クレア編と全然違えじゃん。ここから出すわけにはいかないの。いいだろ、決着をつけてやる。いや、決着をつけてやるってめっちゃかっこいいこと言ってるけどさ。あ、前行きます。今ちょっと遅かったね。あ、でも防御力上がってるから。回収と思ったけど、いや、どえらいことになったね、今な。じゃあ効くんだ。マジで？
かなくさそうだけど引いちゃうの。みたいに、そうそう一回回復しちゃいますか。あんまり効いてる感じはしないな。はい、アイテム回収。はい、アイテム回収。いやー、その、逆だね、避けるなら。うん、やっぱちょっと違うね。あら、これはちょっと予想外。さあさあ、どう動く？やっぱ。やってるな。痛い。回復して。おお、マジでその動き。でもライフはそろそろやばいんじゃないかな。アイテム意外とショットが当たってない。いやいや、やばいね。アイテムは、さあどう。やべやべやべやばい。よし、どっち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 。はい、じゃあ燃やすしかないか。はい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 。効いてる？効いちゃってる？どう？どう？よし。いやいや、ショットガン、ショットガン予想以上に使ったな。いやまあ結果強かったのはグレネードっていうね、マグナもね。ちょっと銃は一旦整理だな。火炎放射器そんな使いたっけっていうね。いやーでもそうだね、あの一応初見ではないから2回目も無事クリアっていう感じかな。お、スタン、なんでこんなにスタンとか手に入るかな。あ、弾めっちゃ落ちてる。オッケーね、よし。
いやー、待てこれ最後だといいな。ボス戦としては。まずいな。ひどい傷だ。痛みの方がもっとひどい。さっきの話、信じられないけど。ジンウイルスを処分すると約束して。あれは証拠だ。FBI に渡す。あの女を信じるの？どういう意味だ？彼女は FBI じゃない。産業スパイよ。Gウイルスを売る気なの。あの女はただ金が欲しいだけ。出任せ言うな。おめでたい人ね。もし Gウイルスがアクトホテルに渡ったらもう。さあ、ちょっと意味深なことを言われたが、まあね、確かに FBI にしては単独行動っていうね。とりあえずこっからね、多分アイテムそんな使うことはないんじゃないかと思うんで、マグナもね、いっぱい使ったらほぼ終わりだしな。マグナも使うか。使うか。まあ一応、まあ使うと信じて、一応ね。上級初見、あれ、そういえば一番最高のやつもらってないよね。ちょっと確認だけしよう。もしかしたら取らないといけないかもしれない。結局逃げないといけないからね。あ、もらえない。あー、じゃあ一応クレアに渡したって体なのかな。なんかちょっと展開が違うよね、やっぱ見ててね。え、忘れず、念のため。あれ、セーブポイントがないんだね。よし、いや、火炎放射器そんな使えなかったなーっていう。考えてた。あら、私もよ。心配してたの。俺たちはいいチームだ。聞きたいことがある。これで出られる。ウイルスは手に入った？もちろん。確認させて、早く出ましょう。アネットに会った。話を聞いてよ。君は FBI じゃない。おとなしく渡せばよかったのに。俺だって君を信じた。ダメだった。こんな結末になって残念。俺は君にとって捨て駒だったんだ。これが私の仕事なの。俺もそうだ。銃を捨てろ。君を逮捕する。 G ウイルスを渡したレオン。殺したくないの。撃て。できるものならな。
き延びて、レオ。エイダさあ、逃げよう。いやー、マジか。エイダーは助からないのか。まあ、スパイだったっていうのはあるんだろうけど。マジかー。どうしようかな。あれ？これ、回復アイテム大量に持ってきてた方が良かったかな。いやー、でもそっか、やっぱスパイだったのは間違いないわけだね。懐かしいっちゃ懐かしい気はするシーンだったね。今あのソフトはリメイク化されてるからね。リメイクされたからだいぶね、多分このシーン似たのはある気はする。あれ何回クリアしたっけね、プレステのやつはね。さあ、ありがたい、ありがたい。で、あ、はあ、ここだったんだ。クレア、レオ、あなたなの？ああ、でもここはもう持たない。よく聞け、脱出するんだ今すぐ。ええ、脱出路はある、なんとかなるわ。 あなたはどこ？クレア、聞こえるか？レオ、よく聞こえない。俺に構うな。早く脱出しろ。爆発まで。さあ、爆発まで。アイテムもう一個あるよね。よし。ナイフ？なんでこのタイミングでナイフ？さあ、一旦セーブしておきましょう。さあ、もうラスト行くんでこのまま行きますか。さあ、クレアがどれだけ処分してくれたか。消火器使う、これ使う。いらない、よし。はい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 、お前休ませ。いやいや、ちょっと待った、数多すぎやろ、こいつ。この数はやばい。はいはい。どうしよっかな。ナイフ満タンだしね。爆発まであと8分。さあ、また出てくるのかな。まあ、それで消火器があんのか。開けてくれてるね。やっぱあったー。冗談きついだろ。おお。びっくりしたー。なんでいんのあんた。いや、マジマジ冗談きついって。こうこう。いや、めっちゃ画面揺さぶりやん。前から出てくる。いや、
まだいけるさ。いや、まだいけるかどうか僕が決めることであって。いやー、マジかー。てかさ、こんだけ弾があってさ、あいつ出てくるってことはさ、そういうことでしょ。もういらんっしょ。いらないでしょ。よし、こんだけ回復があれば。お？あー、アイテムは2つ持っていけないと。そういうことね。ナイフ1回預けて。いや、ここちょっと持っていっときたいんだよなぁ。回復だね。ああ、違うよ。なんで取った？捨てて、回収して。ないね。セーブポイントはなし。いや、絶対来るでしょ。されてる感じがする。いや、よし来いよ、よし来いよとは、まあとりあえず燃える。いやー、ダメっぽいですな。おおおお。え、なになに、え、これは耐えればいいの。いやー、やべ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 。ナイフ無理でしょ。うおお。くー。で。やば。弾ないんだよね。それ避けれなくね。やばいぞ。千鳥じゃん。待て待て、それ千鳥じゃん。処理してくるとか聞いてない。うわー、きついなー。もう一発いけるか、まだいけるか。ほら、タイラップさん、もういいっしょ。おー、痛いねー。いや、これハーブじゃなかったらやばいな。あ、一撃かー。マジか。待て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 、千鳥で千鳥か。一撃ね、なんか見覚えのあるシーンを見たような気はするけど。あと6分か。スーパータイガントらしいですね。すげえなー。とりあえずこっちだね。さあ、気合い入れて。
行きますか。そもそもさ、回避行動ないからさ、なかなか。その ショットガン欲しかったなー。いてー、やばい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 、この流れははめられる。やべえな、タイラントさん。ここまで来るとしつこいとかのレベルじゃないぞ。痛いね。待って、なんで A だいた？なんか武器よりそっちの情報の方が、あ、やばい、いてー、終わり。いや、対戦車でも原型残ってるじゃん。いやー、再輸送エリアに到着しました。マジで、マジで。あ、使わなくてもよかったかな。よっしゃ。あー、ないんだよね。もう弾ないしな。いや、タイラントに使ってる場合じゃなかったね。マヤカ。さあ、乗れるか。おお、いやー、ロケラン、やっときたー。さあ、これでやっとクレア編との最後とつながりますね。いやいや、レオン、エイダのこと好きやん。マジか、そういう展開か。レオン、やったな。私が言った通りね。この子はシェリーよ。よろしく。なんだ今のは。わからない、見てくる、その子を頼む。さあ、こっからがシークレットとなります。実
際本編っていうか、あの表セカンドじゃなでは見れないシーンですね。セカンドじゃないとね。なんで、これを見るために頑張ったと2周目。やっとクレア出たね。さあ、ただ、まあ、見たところで別にアイテムはね。でもこれ、アイテムがさ、何のためにナイフを。はい。火炎放射器いるかな？いるか？はいか。アイテムはナイフだけ。さあ。何もないね。きたねー。その単純な玉をね。さあさあ、燃やせ燃やせー。どうだ、まだ足りないか。ダメか。じゃあ一発ちょっと。ダメだ。さあさあ、燃やせ燃やせ燃やせ。ほとんど画面は何も見えない。炎しか見えてない。さあ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 、どうなるどうなる。ダメでしたね。あー、やっぱ銃か。さあ、軽くね、浮気者には天罰が下ったところで銃やな。そっかー。丸飲みやったね。いや、それ考えたら、あれじゃない？クレア編はガトリング持ってこれるってわけでしょ？この状態で。めっちゃ良くない？まあ、君は、ここでおさらばという。マチルダだったっけ？うん。で、ナイフは何も意味がないっていうのが分かったから、まあ気休めに持っていくか。で、まず目ん玉が出てくるまでは打ちまくろう。あ、出てこい。3点バース出てるのは助かる。これ弾足りなくね？最初に燃やして目ん玉出たらにしようか。いや待て、俺まさかここで玉が足りないことによる苦痛を受けるとは思ってもいなかったよ。タイラントに一発ぶち込んだのがちょっともったいなかったね。そうか、3点バースト。でもダメか。
いやいや、俺ここで手こずる予定ではなかったんだけど。まあ、あ、しかもまたアイテムの整理から。あ、持ってる意味、使えますか。これこうして、はいはい、でこうして、だよね、こうで、ちょっとね、一回ね、セーブがね、やっぱね、そう、後ろの扉はね、多分クレアがね、浮気者に対して多分ね、閉め切ったんだよ。あ、そしてここももうない。ナイフ取ったらアイテム全部だしね。なんでここでナイフが出てくるのかという、さあ燃やすぞー。はい、アンドミー、あ、意外と近い。死ねない事情でもあるのか。あ、さあ、燃えろ燃えろ。弾が欲しいって、ほらよ。まだ目ん玉は出てきてない。どうだ、まだ足りないか。今だ、はいはいはい、やばい、近い、よし、なんじゃない。出会ったばかりだ。夕べね。そう。でも、とんだ初デートになった。ああ、ほんとぶっ飛んでた。見て、乗せてもらえるかもよ。もし広がってたら。シェリーを頼む。シェリー。じゃあ、終わったの？わからない。もしダメでも、何とかしよう。俺たちで。ええ、必ずね。三人一緒なら、大丈夫だ。行こう。ねえ、私を養子にして。養子に？子犬買おうよ。子犬？オウムも。オウム？ペットが欲しかったけど、ママが嫌がって。続いての曲は、マンネリの水曜でも元気が湧いてくる。はい、ということでクリアですね。あー、やっとった。いや、
そうか、使う順番っていうか、目ん玉出てくるの待たないといけなかったんだね。ちなみにあれ最後のはナイフではなくて、そこら辺に落ちてたパイプですね。でっかいナイフやったけどね。まあ最後はね、あの海外の人特有の煽り方でしたけど、いやー42回、まあ C だろうね。トータル5時間、いやー頑張ったなー。まあレオン編がこれで無事クリアと、ということで、終わりなんですけど、まあ実際RE2 はもう実際これ終わりで、あとダウンロードコンテンツ、このエキストラっていうのになるんですよ。実際、裏の話か、親子のこの話とか、実際来なかった未来の話らしいですね。なんだけど、まあ、遊べるというとこですね。あとは体験版があるんだけど、一回ダウンロードしないという感じで。で、ちょっと RE3 調べてみたら、なんかね、2と並行時間な感じらしいんで、ちょっと、気が向いたらやろうかなと思います。いやー、レオン編大変やったよ。弾がね、最後まで弾が。なんなら、タイラントに向けて一発が大事だったっていう。まあ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 。ということで、ね、無事、バイオハザード、RE2 は、クリア編、レオン編、セカンドだね、のクリアして、今回の配信で終わりとなります。まあちょっと最後ね、長めになってしまったんですが、早送りやな。して、まあまあまあ、とりあえずやっていきたいなと思います。で、また次回のライブ配信、公開収録は、また違うものをやっていこうかなと思ってますんで、そちらの方も楽しみにしておいてください。ということで、動画見てる方はここまでとなります。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。